すごいよね。なんでこのグループであっち行くんだろうね。すごく不思議なことになってます。世界で一番上からかぶってるのは本来右にしか行かないんですよ。これでこっちに打つっていう動作の状態なので、体の回線というものがですね、ボールに1ミリも影響を及ぼしていないという状態でして、もう論外なんですよ。はい、 OK です。すごいでしょ。めっちゃ綺麗。カメラ回ったら緊張するタイプの素人さんですか。よろしくお願いします。勝手にコロジックの裏です。恥ずかしい。見かけちゃった。すっごいいい音させるんですよ。で、なんでマウさんそんないい音今日してんだろうっていうのは、2回、3回続いて、撮影開始した瞬間に、これ、ズンとズンがあって。うるさいわ。めっちゃ素人じゃないですか。カメラ回ったら喋れないタイプですか。大丈夫ですか。よろしくお願いします。ということで、前回のレッスンからですね、もう軽く2ヶ月ぐらい経ったのかな。2ヶ月ぐらい経ってますかね。そうですよね。その間に2回ぐらい練習行ったらしいんですよ。忙しかったからと。ってことはですよ、私の中では、崩れてないなと。ここなんですよ。2ヶ月空いてるうちに、ラウンドは週1行ってましたとかね。練習は週2行ってましたってなると、もう、崩れに崩れまくってぐっちゃぐちゃになってるはずなんです。一回も行ってなくてもいいぐらいです、変な話。思い出した。ラウンド1回行ったぐらいです。はい、ぐらいなんですよね。じゃあ全然大丈夫。それぐらいだったら大丈夫です。その時の動画見ます、今度。はい、僕が撮ってる動画なんですけど、はい、フェアウェイで。はい、皆さん、これがゴミくんのボールです。こっちにあるのが僕のボールでーす。一緒に行った。オーバードライブしたんですか。2回ぐらい。あら全然ダメで。ああ、飛んできて。そう。ただ、すみません、さっき300打った人で、すごいですよね。今そこでなんか、本当どうしようもないショット打ってた人なんで、ちょっと信憑性が今のところめちゃくちゃ薄いんですけど、はい、大丈夫ですか。もう証拠動画出さないといけないですね、これ。でもね、これ大事なんですよ。真面目にゴルフの練習して、真面目にこじらせて、真面目にいろんなことをして、自分で崩してまた戻ってきてを繰り返して、毎回質問って言って、視聴者の人たちから、みんなからね、ゴミさんの質問すごいダメになりますって言われる人と、対照的に本当にやる気あるんですかと、先生に習えるにもかかわらずそんな舐め腐ったことでいいんですかって言われる学ぶさん、これすごく重要ありまして、多分これ見てる人でもね、全然練習行ってなくて、行く暇もなくて、仕事忙しかったりなんだかんだで、で動画だけは見とこうっていう思って見てる人多分いっぱいいると思うんですよ。100も6にもちろん切ったことないし、スコアなんか出ない、練習したいんだけど時間が取れない、結構います。心の支えになる動画かなとまあそうですよね。まあそうですよ。練習全然してないおじさんたちがどうやって上手くなっていくのか、ちょっと見ていただきたいなと。まあ打っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。先ほど300ヤード出されておめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。すごいよね。なんでこのグリップであっち行くんだろうね。不思議なことになってるってことですか。すごく不思議なことになってます。ゴルフのスイングっていうのはですね、いくつか軸がございまして、はい、簡単に言うと腰の回転で、胸の回転、うん、ここのね、前傾機能の胸の回転、うん、それに腕の動き、うん、この3つの動きが複雑に組み合わさって、まっすぐの球を打つためにクラブっていうのを扱うんですけど、マナブさんの場合右手がですね、世界で一番上から被ってるんですね。世界で一番上から被ってるのは本来右にしか行かないんですよ。のにこれでこっちに打つっていう動作の状態なので、もう体の回線というものがですね、ないボールに1ミリも影響を及ぼしていないという状態でして、回転してないってことですか。回転しろって話じゃないんです、はい、そこで回転しろって言われて回転したってたまになるので、はい、まず握り方としてアドレス取ってください。構えてください、はい、もう論外なんですよ、この右手の角度。右手離してください。見てください、下向いてるんですよ。こんな人見たことないです。こっちです。こう？こうです。こう？もう多分15回ぐらい言ってるんですけど、こうです。ここで握ってもらいたいんですね。ここでまず基礎をちょっとやってもらいましょう。はい、ここでこの状態でリストでこうやって上げて、リストで打つ、この小さい動きでいいですか。久々の方みんなですよ。リストで上げてリストで打つ、これだけ。これでボール打ってもらいます。え、実際に？はい、飛ばなくていいんで。いきますよ。リストで上げてリストで打つ、
いい当たりするでしょ。いい音。いい音した、はい、これをねちょっと連続でやってもらいます。はい、OK です。ほらもう打った後リストの後腕なんですよね。あリストリスト素振りしてリストリストもう一回リストリスト止める、止める、ここで止める、リストリストストップリスト、あここ、あ、はい、そうですそうです、はいそれでいいですよ。で肘曲げない、はいリストリスト、はい OK です。あいい感じです。最初の30球ぐらいこれだけでいいです。めっちゃ綺麗に入るでしょ。余計なことしないんですよ。はい OK です。めっちゃいいじゃないですか。すげー綺麗。意外とだってあれで40も飛んでるんですよ。おかしいな。この今リストリストあるじゃないですか。リストリストで綺麗に打てるようになったら、このリストプラス胸、胸とリスト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 、リストリスト、今これです、うん、これに胸の回転を足してもらいます。胸とリスト、胸とリスト、すごっ。これだけでもう結構飛ぶんですよ。これも130飛んでるじゃないですか。すごい。リストリスト、右手また上からになってる。はいリストリスト、はいもう一回リストリスト、はい今度はそれに胸の回転を足して、はい OK です。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃ綺麗、超綺麗。もう一回スピードその分上げてくださいね。え何を上げてですか。リストだけだとスピード限界があるじゃない。あ、はいはいはい、胸使うともっと大きいからスピード上げれるでしょ。はい OK です。それでいいです。当たらなくてもいいんでこれでいきましょう。はい OK、 いいじゃないですか。あれ、はい、もうこれで93も飛んでるじゃないですか。で左肘の方がこうやって曲がってこうなってるんで、今から左に打ちますよって感じ丸出しなんで、左肘をこうやって張って、はい、結構肩自体をねこうする感じですね。この感じでいきましょう。はい OK、 あいいすいいすいいす、ほら結構飛ぶじゃないですか。で今当たり前のように左に打っちゃってるんで、はい、自分なりにでいいんで右に飛ばそうとしてください。右向いてもいいです、はい、アドレスの時点でもう左向いてるんですね。ちょっとまず右に飛ばしましょう。はい、OK です、OK です。もう一丁。胸だけだったのに、触れるようになってきたから、足もどんどん使ってきてるじゃん。これをちょっと我慢してください。今は胸とリストだけ。はい、OK です。ほら、まっすぐになってきたじゃないですか。もうね、ゴルフ全然練習してない。なかなか練習おサボりしちゃう。仕事で忙しいとかね、いろいろ理由ありますけど。最初この2ステップを踏むだけで、割とゴルフなんとかなっちゃいます。これだけでもうなんとかなります。え、これすげえんだけど、なんでこんなみんな反応薄いの。マナブさんが打ててんだよ。マナブさんだよ今打ってるの。すごいすごい。僕こっち今痛い。え、どう、やばいっす。喋って、喋、うん、ってね、うん、いやすごい、めっちゃいいでしょ。マナブさんだよ、分かってるみんな。マナブさんだよ、分かんないかな。どうしようかな。ちょっともう一回打ってください。そういう言われるとダメなんだよね。知ったこっちゃないですけどね。言われてもできちゃう。よよよよ、超綺麗に入ってる。ちょっと曲がりましたね。でも100もう10近くいってます。おかしいな。おかしくないですよ。元々がめちゃくちゃおかしいんです。で右に打ち出す時のコツとすれば、ちょっと右足寄りにボールを置きましょう。右に打ち出しやすくなるんで、ね、はい、はい、右に打ち出すんですよ。右に打ち出すんだったらこうしません？あ、こういうこと。こうですからね、はい。はい、OK、です。すごい。めっちゃ綺麗。リアクションありがとうございます。安いリアクション。言わなきゃいけないと思って言ったリアクションじゃなくて、素だった。よかった。再現性も高いんですね。高いです。小見さんの回の時にね、これ以上早く飛ぶようになるドリルございませんって話しましたけど、うんうん、あの初心者の方とかね、まともにボール当たらない方が、これ以上早くボールに当たるドリルはございません。薄いな。なんでだろう。今旧車のミニクーパーで最新のスープラに勝ってんだよ。すげえ。いいでしょ。薄いんだよ。拍手が。薄いな。もっと割れんばかりの。これにね、今もうこれじゃないですか。
これに胸出したじゃないですか。これに足、体重を、重心移動をアイアンなんでこっちへの移動を足しますね。ボール位置さっき右だったのをちょっと中に入れて、その分トップから左に移動を加えながら打つと、もう普通のショットっぽくなりますよね。すごい。これでもう150いくじゃないですか。であとはもう無理に止めないで勢いのままに任せて、首に優しくシャフトを巻きつけに。言ってあげるともうほぼ普通のフルスイングに。そうすると曲がらないで飛ぶスイングが出来上がるステップなので、まずはここからリストだけ、それに胸を足して、胸とリスト、胸とリスト、足動かさないで出す。すごい。ほんのちょっとこっちに左に、うん、トップにたどり着いて左に移動する感じ。移動こんな感じ。移動は多分マナブさんの場合はまだやんない方がいいと思うんですけど、はい、練習が足りないので、はい、これで、キンキンで、もう一回ですねレッスン来てくれたら、キンキン移動までできます。キン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 でね。だってゴミさんが何日行けます、空いてますかって連絡来て、ついでに僕も久々に参加したいですみたいな感じやから、ね、今まで自ら予約取ったことありますか。一緒に行った方がいいだろうなと思って俺は考えてるんですよ。ないです。先生の手間を考えてるんですよ。余計手間なんだよ。早く来ないと、ね、進んで戻って進んで戻ってなの。わかる。はい、わかるの。学ぶくん、はい、大丈夫。わかります。ちゃんと来れるね。行きます。次いつ来るの。来週言ったね。じゃあ教えてきます。言いましたね。あのほらほらほら、オッケーオッケー、いいでしょう、十分です。締めましょう、みんなで締めましょう。私たちがここでレッスンしてる間、裏であのゴリゴリずっと腕を揉まれてた。ゴリゴリ。どうですか、腕はどんな状態ですか。思ってたより良かったです。あ、良かったですか。はい、あ、良かったです。どうですか、やられてみて。痛かったと思います。すっごい痛かったけど今すっごい楽。あ、良かった。良かった。柔らかい。どうですか、久々にレッスン受けてみて。よかったです。よかったですか。本当に思ってますか、はい、びっくりするぐらいしっかり当たってるのか。ちょっと自分でも割と驚いております。こういうスケジュールの方っていっぱいいるんですよ。どうしても仕事がどうこう忙しいや、やはり子供が生まれる生まれたやとかね、そういうのでも急に練習できなくなる人いっぱいいますから、結婚したや離婚したやでいろいろありますから。そういう方はぜひ今日のドリルをやっていただければ、誰でもすぐにですね、あのうまく打てるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。長くなってしまいましたが、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。各種 SNS や概要欄の方からチェックお願いします。さよなら。車に困ったらいいから F をトップカスティビです。ここで110、うん、むしろ逆にマネジメントで狙いやすいところ選んでくれても全然問題ないです。1名合格3人留年やな。乗ったか乗ってないかじゃない、狙い方の問題、うん、おっ、これ何やっぱそうよな、そうよな、よかった。いやパパとママは安心した。そうそう、これめちゃくちゃうまなるわ。これちょっと2年に1回やろう。一応年3で考えてたんですけど。体のメンテナンスしたい方はぜひ浦さんのところに来てください。お願いします。今どんな状態ですか。今まあ張ってはいるんですけど、うん、すごい局所的に緊張強いからそうではない。打った直後にしては全然。いや、それは多分やってくれた春野先生上手だったんでしょうね。それはそうだと思います。うん。妖怪肩回しがいる。妖怪か。でも肩すごい動いてる。で、あとやった方がいいのはちょっとこの神経性。これ痛い。それ痛いよね。離れた瞬間にちょっと腕ダラーンとして。じゃあ自分でここマッサージした方がいいってことですか。ここは自分でやらない方がいいです。あ、自分でやらない。はい。もし自分でやるのであればこことここ。この辺は下に神経があるんで、その神経をグイグイやったりとかするのは非常にあの危ないですね。
ちなみになんですけど、オイルマッサージはいいです。マッサージガンとか。マッサージガン。マッサージガンも当て続けないようにした方がいいですね。こう当て続けそう。10分ぐらい。それもダメです。10分やるのダメです。ずーっとでパッと話したらもう真っ赤になっちゃう。これ聞いてんだなとか常にもっと広がって。それ良くないです。ね、良くないみたいですね。もしご自身でやる場合はこの辺の胸とか腕とかそういうところを、まあ、オイル使ってもいいですし、こう自己自身の手でやってもいいです。マッサージでもいいですし、ローラーのマッサージ器具使ってもいいです。